私は今、フライベルク大聖堂のオルガンのところにいます。このオルガンはバッハとも非常に深い親交があったゴッドフリート・ジルバーマンがですね、1708年に自分の修行の地であるストラスブールから帰ってきて最初に作ったオルガンなんですね。というわけで、まあ、多分にフランス的な香りがする楽器ではありますけれども、今でもゴッドフリート・ジルバーマンのたくさん残っている楽器の中で最も美しい楽器だと私は思っています。でこの力強いオルガンで、今回演奏会と録音することができたのは大変素晴らしいことですが、まあ、今年がちょうどバッハの生誕333年ということで、日本でも東京でもいくつかの演奏会をしたいと思っております。その中の一つが8月2日バッハのクラフィーヤ練習曲集第3巻全部で27の曲が含まれている 3×3×3 であるこの曲集を皆さんと共に味わいたいと思います。この曲の中にはバッハの、まあ、キリスト教のその賛美歌に対する深い思いと、それからルター派の礼拝の形式に基づいたもの、そういったものに基づいて、非常に素晴らしい、まあ、ちょうどここのカテドラルのようなですね、一大建築物を作り上げた、まあ、そのようなオルガン作品のコレクションです。それでは、8月2日にオペラシティでお目にかかりましょう。